今朝、岐阜県羽島市の名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に突っ込み、少なくとも5台が炎上しました。これは事故の瞬間を捉えた映像です。午前10時半ごろ、名神高速下りの岐阜羽島インターチェンジ近くで大型トラックが渋滞の列に突っ込みました。映像によるとトラックが乗用車を押しつぶすように走って止まりました。この事故でトラックと追突された乗用車の少なくとも5台が炎上しました。消防によりますと少なくとも4人がけがをしているということですが、容体などは分かっていません。事故の影響で名神高速下りの一宮ジャンクションと岐阜羽島インターチェンジの間が通行止めになっています。